久しぶり。ほんとやばいお前。うちら戸籍とか売るっすよ。携帯逆パカで割れた時代ですもんね。めっちゃ割ってました。パフルってゼロ。はい、というわけでなんと第2弾のビッグゲスト来ていただきました。自己紹介をお願いしてもいいですか。アンジュ AKA ゴ、あ、やべ、中指立つ。いや、もうモザイクだ。アンジュです、お願いします。お願いします。いや、もう伝説のアンジュさんが、いや、ね、もういつからホストやってらっしゃるんだかもう分からなくなっちゃうんですけど、僕年ごまかしてやってたんで、マジで。そうなんですね、ちゃんと古の歌舞伎町ですね。そうです。 TikTok で踊ってるキッズどもなんてもう目じゃない。いやでもやっぱ最近の子の方が努力し、なんかやる子仕事が増えたなみたいな。まあ、そうですよね。昔 SNS とかなかったじゃないですか。はいはいはい。もっと言うとね、副賞とかもなかったわけじゃないですか。携帯逆パカで割れた時代ですもんね。めっちゃ割ってました。めっちゃ割ってたし、あの E-mail だとなんか転送みたいなのさせれちゃうんですよ。自動転送。送ったやつ全部転送する。はいはいはい。とかめっちゃ悪どいことやってて、今の子それもできないし。そうか、LINE で既読もついちゃうし。そうだし、なんかみんなやっぱ美容整形やってたりであったりとかもそうだし。はい、ね、インスタのストーリー何してるかも特定されるし。仕事内容増えたらやっぱ大変そうですとか、今の子の方が大変そう。うちらの時代は何やってもよかったみたいな。聞きたいな、その辺のエピソード。なるほどないですよ。多分当時からやっちゃいけないことはやっちゃいけなかったんですよ。パフレってゼロ。こう見えて。ああ、よかったです。あ、素晴らしい。じゃあこう見えてというか、やっぱ運いいんでしょうね。あ、なるほど。一回もないです。勇気すら、これは言っときたい。勇気すらないですよ、僕。すり抜けてきたんですね。言い方悪い。本当そう、でも。都会で出会ったお客さんと結婚され、多くのホスグルに夢と希望を持たせた伝説のノート。なんで最初ノート書こうと思ったんですか。いや、離婚ですね。離婚するときに、あの結婚しましたよっていうのも いかがなものかと思ったんですよ、うん、ね、幸せの報告わざわざする必要ない、だそれで誰かが悲しむんだったらと思って、うん、結婚したこと隠してたんですよね、うんうんうん、まさきくんは知ってましたよね、はい、あの身近な人にだけ話して、うん、別にネットに載せなくていいやと思ってたんですけど、うん、離婚となると話は別じゃないですか。そうですね、離婚は知ってほしい。慰めてほしいんですか。いや、あのそういう意味じゃなくて、だお客さんとか身近な人には結婚言ってたので、うん、あ、なるほどです、ね、フリーだよ、遊べるよって言ってた。潔い。で、離婚って記事のノート書いたのが最初です、はいはい、すっごい伸びてましたもんね、当時。だから結婚してたのマジみたいな感じでめっちゃ驚かれたんだけど、人に言ってましたよな、俺、うん、いろんなとこで。でもホストクラブで働いてて姫と結婚する人ってまあいっぱいいるじゃないですか、うん、だから歌舞伎町にも真実の愛あるんじゃないかなって僕は思ってます、ね、それいっぱいいるの体感ってどんくらいなんですか。ホストのホスト側としての体感めっちゃ気になる。店舗に 2,3 人はいますよね。あの卒業してた人とか。そうそうそう、へえ、うん、ちょっとじゃ まあチャンスはある。いや、でもでもでもいいですか、ちょっと、はい、壊しちゃう。あ、ちょっとすごい授業、私今日ボコボコにされて、この後担当の店に泣きながら行くまでをセットだと思って今日来てるんで。いや、結婚したらじゃあそれ真実の愛かもう微妙じゃないですか。そうですね、それはもう4人に1家庭が離婚されますし、ちょっとあの迷惑かけるかもしれない、はいはい、あ、うちら戸籍とか売るっすよ。うちら全然売るんで。いやいや、すいません、やめてください。そうだよな。そうだから結婚したら真実の愛かも分かんないし、確かになんかね、その真実の愛みたいなめっちゃ語るとか書くじゃないですか。書きます書きます、はい、で結構なんか最近近い答えみたいなのが出てて、お、気になる。いや、自分がそう思ったらそうなんですよ。その可視化できないじゃないですか。そうですね、その愛とかもそうですし、あとなんだろうな、まあいい例えは出ないんですけど、目に見えない以上自分の中にあったらあるし、それは愛されてるなっていう真実の愛じゃないですか、多分チワワさんが見たいもの。だって自分が愛してれば、それは愛してるは自分が分かるので。あ、でもちゃんと愛せてるかなって思って、私結構好きな人が出るできるたびにフロムの愛するということを絶対全部読み直すっていう、その例えばお金でこう支配するとか、例えばこう好きならこうしてくれるべきなんじゃないのじゃなくて、相手に何かを与えられてる、それこそお金以外のまあ、価値観とか自分と一緒にいたこと何かプラスでいてほしいなって思うけど、そもそもホストにそうやって与えたいって思うこと自体がエゴなんじゃないかとか、お金以外 その例えば一緒にいたかあの子のおかげでこういう価値観になったなとか、まあ軽くば美味しいご飯屋さん知れたなとかでもいいんですけど、何かそういうのを思ってくれてたらいいなって思うけど、そう思うこと自体が客としては良くないんじゃないかなとか、
構自分がこう何をできるかで結構揺らいじゃいますね。めんどくせえこの女考えすぎ、めんどくせえ、そこまで考えてないよ。その結果あっちのタロットでやるの何本かの矢にグサグサにされた鳥みたいなカード出て私の心はそこまで考えて生活してるの疲れない？疲れる。ちなみにあの慶応 の、 あの、はい、湘南の方ですよね。 SSC です。僕地元なんですよ。SSC はね結構食わしていただいてお世話になりました。本当に地元だし慶応の子ってホスト通う子多くないですか？多いですね。ね、なんかやっぱり早稲田とかだとなんか文学の方行くじゃないですか。あ、そうですね。慶応、金あるけど脳ないやつが青山慶応はめちゃくちゃ多いです。いや、そうなんですよ。青学的慶応、あの明治は結構負けず嫌いの子が多いですね。でもあのもう各大学にいますね、ホスグレーは。本当にそれのもうゴンゲというかそうですね、大学の卒業論文もホスで出しましたから。素晴らしい。慶応が認めたホスグレーですよ。だから要するにもうだから本当社会学とかとしてちゃんと、そうなんですね、なんかその社会学としてやってるし、逆にはそのホストクラブ側の従業員の話とかめっちゃ聞くから、嫌なお客さんとかその全部聞くのにまだホストクラブ信じないがあると思って通えてるのは自分でも気持ち悪いなとは思いますね。あるんじゃないですか。俺結婚してましたけど、じゃあ俺今でも愛してますよ。夢見てる元夢見てる、まだ愛してる荷物取っといてあるんでちっちゃい。うわ、はい、もう余計何もわからなくなってきた。ずっと黙って聞いてもらって、あのさ顔も見えてないし黙ってんのまだほんと怖いんだよね。いい話でした。いや、というわけであのこんなビッグゲストをですね、新生デイズでお迎えして、今日ゲスト出勤を2人されてるということで、なんと無料で、ね、占いもやっているっていう。やっぱ歌舞伎町人の縁ですね、こうやって見ると。そうですね、アクション起こしてよかったですか、ね、楽しそうだな。というわけで手の震えが止まんないですよ、アル中で早く飲みたいですか。はい、はい、私はこの後飲んで動画で言えなかった担当とのゴリゴリの話相談しに行くんですはい、というわけで、皆さんご視聴いただきありがとうございます。ぜひお二人の SNS、そしてシースデイズの方も、よかったら見てみてください。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。